自己嫌悪感の心理。自分はなんて嫌な女なんだろうと思う瞬間、友人の不幸に歓喜ほか、人に後ろ指を刺されるようなことはしたくないですよね。でも時には自分の本当の気持ちを知られたくないような後ろめたい気分になることもあるのではないでしょうか。自分はなんて嫌な女だろうと思った経験を聞いてみました。資格善人のふりをする、自分の都合よく物事を進めるために嘘をつく。時34歳、金属鉄鋼化学営業職、何かあればすぐ泣けること、人を巻き込むのがうまいところ、味方につけて裏切ったり自分に不利がないように振る舞うところ。23歳、医療福祉専門職を着た、物事に対して自分に非がないと振る舞うことがうまい。29歳、その他事務系専門職、自分だけいいことがあるように仕組むのはいかにも悪女という感じがしますよね。でももし嘘がバレた時のことや騙された人のことを考えるといてもたまらず、善人のような顔はできないのです。罪悪感がありますよね。視覚他人の幸せを素直に喜べない、友達の幸福な話をあまり聞きたくない、自分と比較してしまう。28歳、商社卸事務系専門職、友達の子供が自分の子供よりいろいろできたりすると嫉妬する時がある、そんな時は嫌。32歳、その他昔友達だった女の子の今の活躍を素直に喜べないこと。23歳、運輸倉庫事務系専門職、他の人の幸福が自分にもいずれ訪れるものなら喜べますが、縁のなさそうな話だと悲願でしまいますよね。でもそれはその人のせいではなく、自分の不満や望みが浮き彫りになった結果に過ぎません。人を恨まないようにしたいですね。視覚他人の不幸が好きじゃない人が批判されたり降格したりした時、ちょっと喜んでいる自分がいる。28歳、情報糸事務ミュージ系専門職、友達の相談事を聞いて一緒に悩んでいるふりをして、実は面白いので話をややこしくする方向にアドバイスをしてしまう。31歳、その他技術職、友人が愚痴っていると少し嬉しい気持ちになる時がある。34歳、その他人の不幸は蜜の味と言いますよね。でも仲のいい友達の不幸まで喜んで聞いてしまったら、友達の振る舞いとしてはアウトな気がします。悩みに共感するどころか、実は不幸を喜んでいる自分って美しくないですよね。資格まとめ、誰しも陥ることのある自己嫌悪、嫌な感情ですが、両親がいたんだということなら、あながち悪いばかりではありませんよね。悩むのは解決法を考えているからです。嫌な女だと思っても、そう気にしすぎないようにしましょう。民の声へ続く。